実際なんかここに行きたいとかっていう球団あるの？小さい頃は好きだったは好きだったですね。ちょっと1個僕もう1個言いたいんですが、なんでタズはドラフトにかけなあかんの？もうかけるような選手じゃないでしょと。その18歳の高校生と同じ土俵に上げなあかんっておかしいでしょ。もう実績が全然違うわけだし、だからこれはもう12球団で欲しいところがあればそこと契約するべきだと僕は思うんですよね。そう言っていただければありがたいなと思うんですけど、日本で投げてる姿どんなんなんだろうね。え上原コーチの雑談魂、雑談魂。はい、行きましょう。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。いやこれもうほんまに適当に喋って。はい、適当っていうか、はい、もう普通に会話してるような感じでやって、はい、チャンネル名が上原浩二の雑談魂なんですよ。見たことある？いや、ちょっとだけあります。ちょっとって、ちょっとでどのぐらいですか？ちょっとって、ほんとちょっとです。全然ないやん。ほんとちょっとです。すごい、ちゃんと見てよ。なんかやっぱお二人の仲の良さをすごく感じますね。いやでもほんまに3年ぶりまあそうですね、はい、そんな会うの久しぶりですか？連絡は取り合ってたけど、こう実際会うのは本当に3年ぶりぐらい。まあ本当そうですね、どうですか久しぶりに会って、お互いのちょっと印象は？いやあんま変わってないなっていうのは正直。俺も正直変わってないけど、あのちょっとね、しまった感じがする。俺の中でやっぱアメリカの食事とかってなるとね、まあ僕より食ってました。食ったかもしれんけど、はい、けど僕は太りやすいんで。そう、太りやすい。あ、そうなんですね。それがだから日本に来てむしろ引き締まった感じがする。久しぶりに見て、一応日本人なんで。でもしかも一人暮らしですね今。あ、そうなんですか。はい、料理してんの？いや、ほとんどしてないですね。もうこの辺プラプラして外食。はい、どうですか環境が変わって、今あのなんかすごく表情がね、なんかすごく柔らかいなという。まあ、 楽しんでいるかなとは思います。僕は、ま、初めて神奈川以外に住んだって感じなんです。お、あ、初めて。はい、日本でです。で埼玉の地に巻いて、まあ、住めば都じゃないですけど。いいところ。まあそうですね、不便はないです。その大都会の日本は不便ないよ、はい。まあ本当そうそうそう、うん、言葉通じるし、食事もね、コンビニ行けば何ぼでもあるし、ね、はい、コンビニすごいいいですね、うん、あ、コンビニ行かれるんですか？コンビニいいよな。いいですいいです、うん、だってアメリカのコンビニ怖いですよね、うん、ガソリンスタンドの中が入ってるとか。へー、だってコンビニのおにぎりなんか最高やん。私たちね、今熊谷まで移動する間、あのコンビニでおにぎり買って車の中で食べてきました。コンビニのおにぎり買って。いやもう本当それぐらい高いってことですね、うん、美味しい。あ、じゃあ料理も、まあ、あんましなくて、洗濯とかも全部自分で。以前田澤さん番組でご一緒させていただいた時に、うん、銭湯が好きだっておっしゃってたのがものすごく、そうですね、はい、印象的 でたまたまここのオーナーは銭湯のとこですよね。お風呂カフェなんですけど、コロナで行けてないんですよね、まだ行きたいんですけど。あら、ちょっと怖いですよね。さすがに、行っちゃってもしなっちゃったら試合がなくなっちゃったりするので、まあ、そうですよね。そういうところを考えるといけないかなと思って行けてないんですよね。落ち着いたらね。いや、そうですね、行きたいなと。サウナ好き？サウナはそんなに好きではないですね。それ風呂、露天風呂とかそういう系が好きですね。俺サウナ好きやから。いいんじゃないですか、いつかお二人で。スパ行かないですよね。あ、行くよ。大阪実家帰ったら家の前がスパあるんで、普通に一般の人と一緒に入って。やばくないですか？全然でバレますよね。バレるバレる。バレるけど、ちゃんとここ隠して。まあまあそうですね。うん、行くんですね。行く行く、全然行く。ね、いつか二人でなんていうのもね。ありやね。ちょっとびっくりでしょうけどね。行きたいね。メジャーリーガーね、二人がっていう。今日だって撮影は別にそこでもよかったですけどね。すごいですね。裸で。これいつかちょっとね、裸で飾り合ってもらいたいですね。ちょっと私入れないんで、音声だけ聞いておきます。いや、来いよ。来いよ。ちょっとそこはちょっと一応、はい、ちょっとやっぱりマナーがあるんで、ちょっとそこだけはやめておきます。でもすごいですね。だって、ボストンで一緒にこう世界一になったお二人が、こう埼玉、熊谷でこう会うっていうのは、ちょっと想像してなくて。いや、本当そうですね。遠い。いや僕もここまで1時間かけて埼玉に住んでるんですけど1時間かからないそこまで行きます。しかも今日ちょっとねあいにくのお天気でちょっとねお天気残念でしたね、まあ、いやで実際だから本当やったら今日、ね、試合だったわけです、はい、そうですね。投げてるところ見たかったですね。いや見るつもりだったよ本当に。ナイターやったでしょ今日。そうそうそう。でもちょっと見て帰ろうかなと思ってたんで、うん、いやなかなかの球場ですよ。
どういう意味ブルペン1個しかないとか あんまりマイナーリーグもブルペンは2個ぐらいあるんですよ、うん、あるあってね埼玉の結構球場って1個しかないとか、じゃあもう絶対そいつが次行くんだ。そうです。だからなんか僕久々に日本の野球やってたら結構あの、うん、戸惑わなかったんですか、まあ、結構キャッチボールしてる人多いじゃないですか、うん、行くか行かないか言われてないのに、うん、それでこうなんかこうみんなつないで引っ張っていくようにっていうのが、そうそうそう、俺帰ってきてジャイアンツでそのリリーフやった時一番びっくりしたのが、うん、5イニングまでの間にもうみんな作ってんのよ。あれなんでですか。いまだに疑問なの俺も。メジャーってそういうのないから。やっぱメジャーやってるから。だって日本だとメジャーで5回まで作るピッチャーなんかいないから、まず。そうですね、まあ、ピッチャーが打たれたら別ですけど、球数いっちゃったとかだったらもありますけど、うん、そういうのって言わなかったさ、巨人でもう興奮した方がいいんじゃないのみたいな。いや俺は言ってたはずっていうかつもりなんやけど、まあ、別に俺の意見が反映されるわけでもなく。いやこんだけ結果残した人ですか。うん、あれはすごい不思議やったね。そうですね、うん、1回から結構作ってたりするんで。そう、僕は一切ね、俺らなんか2イニング目3イニング目に2人で一緒にブルペンに行くような感じやったから。そうですね、ね、でまあ、5回まで喋ってますし普通に。その時何喋ってたんですか。喋ってた、いやもう全然コーヒー飲んでますよ。コーヒー飲んでお茶してる感じで。コーヒー飲んでミルク入れるときにこうユニフォームに飛ばしたり、コーヒーちょっとこぼしたりするときもあるのよ。え、ちょっと待って、じゃあよくテレビをちょっと拡大してみるとここにコーヒーのシミついてたってこと。時もあるよ。全然あると思います。いや本当にブルペンの、まあ、一番端がこうと、はい、こっちが球場として、はい、多分一番左が座る、はいはい、でその次に俺が座ってた。へえ。で二人でこう喋りながら。へえ。そうですね。だからあんなにみんなこうずっと動いてるんで、日本の人たちって、うん、なんかアメリカだったらなんか先発が投げた時になんかもう作ってたらなんか怒りますよね、多分先発が。そう、先発がなんでもう投げてんだって、俺信頼してないのか、信用してないのかってなるから、本当にだから80球90球ぐらいになってからみんな動き出すみたいな。なんで今それはすごいなんか、あ、こういう世界なんだなっていうのは逆に面白いですね。すごい、逆にびっくりしてる感じなんですね、うん、日本の野球。まあ、そうですね、はい、はあ。でもなんかあのこうやってそのお二人が一緒戦ってたって話を聞くと、うん、あのちょっとあの思い出すのが、田澤さん、その田澤ルール撤廃っていうニュースが出た時に、はいはい、あの会見でお話になってましたよね、上原さんのこと。それで一個俺文句言いたい。俺に話振ったら面白いこと返ってこんかったけど、お前あんな朝一でな面白いこと言えるかも知らないですし、なんだったらこれですよね、あの5月ぐらいにオファーくれたやつです。あ、出てくれってね、はい、うん、だから田澤ルール撤廃で、はい、撤廃になったねって上原さんがメールを送ったら、はい、田澤さんが、まあ、そのことについて、いやなんかもっと面白い答え返ってくると思ったのに、よかったしか返ってこない。フロリダにいたの、はい、ね、日本とフロリダね、逆なわけですよ、はい、朝と、ね、はい、分かります、ね、はい、寝てる間にメールが来たわけ、はいはいはい、で起きてこうパッて見て、はい、そういうコメントがあって、はいはい、朝一でおもろいこと言えるかと。あ、なるほど、田澤ルール撤廃になりましたと来ましたと。そうそう、うん、で見て、そう、よかったねしか言われへんだけど、僕は意義があって、はい、そもそもここに呼ばれてたじゃないですか、オファーがあって、はい、日本にいるもんだと思ってますから。ああ、そうだったんですね。ですよね。これなに俺が悪いのか。そうですね、うん、どっちが悪いのかな。面白いことを求めるお前もおかしいぞ。でそんなこと聞いてくる記者もおかしいぞ。僕のなんで僕が変わったのに上原さんが来ましたかってこう質問が来るかって話じゃないですか。そうですね、確かに誰もハッピーになってないですね。そう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 、みんなマイナスやん。そうですね、何やねんそれ。そういうことなんですね。いやでもいっぱいだって本当によかったよね。で、だからそのなんか記者に聞かれたんで、それをなんか、なんて言われたんですかとか、よかったねって感じじゃなかったんで、そのまま伝えただけなんですよ。なんかまあいつもこう面白いこと言ってくれる感じが多分記者の人が思ってたと思うんで、それだけですかみたいな感じだったから面白くなかったですって。いや記者が悪いよ、記者が一番悪い、その今の言い方やったら。うん、記者も何俺に面白いこと求めてんのってなるよ。いや、やっぱり関西人だから。いやそういう問題でもない、そういう問題でもない。すごい、なんかテンポがいいお二人のトーク。でもルールでいっぱいになったから今年、ね、もしかしたらドラフトされるんですかも。いや、そこがね、今月末や。まあそうですね、はい、もうすぐや、ちょっとドキドキしてる。してないですね、いやまだ全然まだそういう感じじゃない、まだシーズン終わってないんで、こっちのシーズン。あ、そうかそうかそうか、はい、シーズンはいつまで。いや、まだこの雨試合、この天気もそうなんですけど、一応本当だったら明日なんですけども、そうですよね、はい、
ちょっと今週天気悪いから試合ができるかどうか。そうですね。そしたらまた変わると思うんで、それが最終戦かなと思います。ほんま見たかった投げてるところ、ね、上原さんから見てどうですか今の田澤さんのピッチング。俺開幕戦だけ見たの、あの YouTube で、あの三振三振セカンドゴロかファーストゴロかなんかやったよね、はい、三振取ったとおーいい感じやんと思って。でその後はどうなの。その後は結構打たれてます。あ、打たれてるらしいあかんやん。そうっすね。いやボールの対応とか大丈夫でした。いやいやダメやった。だから投げやすすぎてダメやった。あマウンドはすか。あマウンドも柔らかいんですか、こっちの。あの球場によって違うから。アメリカってどこの球場も一緒なの。基本的には近いですね。そう、うん、マウンドすごい硬いんですよね。やっぱりなかなかどうですかそのあたりは。難しさ、まあ、難しい、まあ、ボールもそうなんですけど、球人生であの足がつくところが地面より下ってなったことあります。足つくところがここより下なんですよ。足穴が掘りすぎてってこと。掘りすぎて、うん、投げることあります。あの多分昔の広島球場とかそうやったかな。そういうところで投げてボーってみんなよくストライク投げてるなみたいな。あで昔だから広島球場で入木さんが穴掘りすぎてそこで捻挫した。え、引っかかって自分自分でわからんからそんなことない。そういうのだった。危ない。だからそんな感じだと思う。あじゃあ結構戸惑いも。名古屋ドームとか東京ドームはむしろメジャー寄り。あそうなんですか、うん、すごい投げやすかった。まあ、そんなすごいところでできるわけもないんで、ここの理由は。でもあのエネオスで、ね、プレーしてらっしゃったから、うん、そうすると、まあ12年前なんで。どうですか、その時の、まあ、東京ドームですか、京セラドームは。まあ、それからまたメジャーっぽく変わってるんですかね。そうそう、変わってるから、だから東京ドームは特に。へえ、うん、なのでまた変わってるのかなとは思いますけど。あでも、屋外の球場はもしかしたら掘れやすいかもしれない。へえ、そうなんですね。うん、だから、マツダスタジアム、甲子園。ああいうところはちょっと掘れる感じがある。うーん、だからドームだったら硬い感じがする、うん、どうですかあのメジャーを経験されてきて、まあそのね、メジャーでもマイナーでもこういろんな経験多分されてきてらっしゃると思うんですけれども、日本のプロ野球に対してはどういったイメージをお持ちですか。どういう。いやそんなにこうめちゃくちゃ見てるわけじゃないので何とも言えないんですけども、まあ、日本は日本で難しいところもあると思いますし、うん、まあ、経験してみないとわからないのかなって。そうだね、経験してないんだから。そうなんですよ ね、 ね、まあまあそうですね。そうだな。いや私たちは勝手にね、あの田澤さんが何色のユニフォームが似合うかなとかね、勝手に話してたんですよね。そうそうそう、勝手に話してた、はい、あ、そうなんですか。そう、はい、で、何色だったんですか。やっぱりボストンにいたから赤かなとか。まあなんでね、まあ、セリーグとパリーグどっち違うかなって話して、ね、でも日本ハムとか。そうそう、パリーグかなとか。全然赤入ってないやつ。いや、そこは入ってないけど、いやユニフォームだったらっていう、なんだ、チームだったらみたいな感じで。そう、似合うよねっていう話をね、そう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 、私たちして盛り上がったんですよね、雑談魂になって。実際、なんか ここに行きたいとかっていう球団あるの。特にこことはないんですけども。でも絶対日本というわけでもない。まあそこも踏まえて、まあ示されてないんで。そうだね、まだね。日本でっていうのが、うん、ちょっとまだ、ね、ルール変わって、うん、まだ何も僕は変わってないので、うん、示されてから、まあ、いろんな人と相談していきたいなとは思うんですけども。ちょっと1個僕も言いたいんですよ、はい、なんでタズはドラフトにかけなあかんのっていう。それずっとおっしゃってますよね、うん、もうかけるような選手じゃないでしょと。その18歳の高校生と同じ土俵に上げなあかんっておかしいでしょ。もう実績が全然違うわけだし。そうですね、だって世界一の選手だ、うん、だからこれはもう12球団で欲しいところがあればそこと契約するべきだと僕は思うんですよね、うん、そこは本当に上原さん、あの行きの車の中でも力説してらっしゃいました、うん、なんでなんだろう。カメラ回ってないけど、まあそう言っていただければありがたいなと思うんですけど、まあ現状のルールがそうなってるんで。だって来年やっても34、5ですね、もう来年ですね。35のドラフトって過去いんの。35の時聞いたことがないですよね。28球ぐらいでもう一番上ぐらいの感じでしょ。最近だとあのホークスのミセさんとか。ミセだからオロゴロのない年だから、ね、だからあれが29、30ぐらいでしょ。そうでしたね、うん、はい、っていう印象ですよね。だから最年長ドラフトとかになるんじゃない、もしかかったら。いや、ね、なんかいろんなその歴史をこう、ね、作っていってらっしゃるなっていう田澤さん印象ですけど、うん、なんか、ね、そういう感覚ご自分の中で あるんですか。35か、来年、ね。いや、なんもないって言ったら、まだ、まあ、今年はこの契約させてもらってるんで、うん、まだ野球をやってるなって感じなんですけども、
まあ、年を言われるともう、まあ、どうしようもないもんね。もう、もう取ってるだけなんで、それは俺もずっと言われてきたことなんで、俺34の年にアメリカ行ってるから。ああそうですか、うん、まあ、そうですね、うん、だちょうど 今ですよ。でもまだこれからぐんと行きますよ。うん、頑張ります。楽しみですよね。いやなんか日本で投げてる姿どんなんなんだろ う、 うん、ね、まだ来てくれるんですよね YouTube として。いやそれはもちろん行きますよ。そこ辺はないってことですねこれ。あるあるある。じゃあドラフトだったら行くよ。もうそしたらね、うん、すぐインタビュー行くよ。インタビューよろしくお願いします。楽しいですって、ね、行きますよね。わかりました。